乗り越えましたよ。俺言いたくないみたいな。前回もめちゃくちゃ好評で、なんと再生数50万再生いきますよ。今だろ、今だろ。今回あれですよ、あのパテと図面が終わったんで、なんと朝食編ですよ。まあ、めんどくせえのはなくなったってことだな。お、自信上げますか。じゃあ、久さんめっちゃうまいですよ、朝食。なので、これ3食あるんですけど、ちなみに試験3食ですよね、これ。じゃあ今回ちょっと朝食編ですね。朝食しても塗っていきましょう。ちなみに A 食がこの緑色です。緑、これ何色ですか。うん、これは抹茶だわ。で、 B 食がこのなんていうんですか、クリームとは言わないですけど、なんかこれシュークリームだ。シュークリーム、シュークリームの皮。シュークリームだ。これグレーですね、グレー。これが C 食。はい、これはチヂミだな。チヂミ。ちなみにじゃあ何が入れてるんですか。この2つだな、この2つやったねえな。やっぱ緑ちょっと嫌っすよね。いつも使っとる塗料だったらいけるけど、はい、アミダクジする。アミダクジ、アミダクジです。アミダクジかよ。もう色はもう書いてる。逆にこの ABC を誰かに書いてもらって、追ってもらっといた方がよかった。あ、そうだな。じゃないと考えれるもんね。考えれるもん。そんな深く考えてないかと思った。あ、気合いじゃん。考えまだす。これも宿命ですか。あ、じゃカメラいこれ、まあこれもまた宿命だ。はい。うわー、いいなぁ。決まりましたね。はい、ね、決まったわ。もうなんてこったい。書いてくださいよ、さん。ザッス。B はあれですかね、形が嫌なんですよ、俺。あ、あー、そうだよね、図面の形が。あ、形が。はい、行きましょう。はい、はい、行くぞ、おら。最初は結構あれですよね、ちょこっと作って、ほんと僕めちゃくちゃ薄く作ります。ん、これ黒が出てきたらいいかな。よし、わかった。何が分かったんだ。何が分かったんだ。もう僕分かっちゃいましたよ。あっ、ちっ、ちっ、あ、軍手ありますよ。ある。あ、久さん軍手ですね。セラギスさんいますか。いるて、いるて。行かすみ、行かすみ。どうすか、ちょっと近づいてきたね。ほら、こんな感じです。全然違う。まだなんか赤い。違うだろう、まだ赤いな、なんか。どれ。ああ、かわいい、かわいいくるね、かもしれない。ただ量が少ないですよ。わかりました。え、めっちゃ結構いい線いきますよね。うん、いってる。マジか。ちょっと足りんすよね、これ多分。足りんだろう、それ。そういう時は、砂鉄の横につけて記録も残しておくんですよね。そうそうそう。で、後で照らし合わせれるように横側にこうやってつけておくんですよ。グレーも結構難しいな。入ってるね。色がだいぶ。なんか赤いんですよね。ちょっと赤いね。ちょっと赤っぽいと。で、水性の顔料でなんか感覚が違う感じしません？じゃあ本来だったらこれは何かの乾き鉢とかでやっていくんですもんね。うん。なおかつ一人で3色。一人で三色。で、一色ずつ徐々に近づけていく感じで。そうですよね。刻んで刻んでで。で、今ちょっとインチキでドライヤー使うときも使えんからね。使えですね。この口ですよ、口。ふーって。これ、あれですね、乾く前ですよね。乾く前。ドライヤー当てると、うわ、濃くなった。全然違う。こんだけ違うんですよ。よし、これいいや、これで。で、これ、半面塗ればいいんやね。そうですね。変なもん入れたのか。これシールいらんのじゃねえか。よし、ドライヤーだ。一回これで試してみて。よし、やるだけ。むっつい、こんなまあ。皆さん、まだかかりそうですか。俺、まだかかるわよ、これ。あ、
あと1日ぐらいかかるぞ。いやあっという間でしたね。もうすごい早かったですね。そうか、はい、それはね、寺岸さんめちゃくちゃ早いもん。でもご飯食べに行きましたよ。俺が一番難しいんだよこれ。まあ網だくじですからね。しょうがないですね。しょうがない。はい、じゃあちょっと結果発表、あのカメラに一人ずつ行きましょうか。ボスからこれめくって、そうですね、もう近く行って、あ、もうささこうやってこうやってましたね。珍しいですよね、最近寝てないで。わかるかな、これはすごいね。ちょっと光はあったのか。まあうちが塗った方、こっちが塗った方です。こっちが、まあ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 じゃないですか。じゃあ僕行きます。次赤くなっちゃったんですよ。こっちの方が難しいんじゃないか。いや、なんかちょっとビビっちゃって僕最後に調整入れたんですよ。あ、最後に調整入れたらもうどっち下っすね、赤くなっちゃったんですよね。あ、さ、一番最後刻んだ時に赤が、まあ分かるっちゃ分かるね。そうですね、もうちょっと、まあ、艶なしでしょうけど。そうです、こっちは艶なしです。だって余計ちょっとあれだよね。そうですね、まあちょっと悔しいですけど、うん、こんな感じです、うん、僕は。違ったな、ちょっと納得いかんな、これじゃよかった、テレビさん、ピンマイ。そういう声が広がるなって。あ、ピンマイじゃない、ピンマイじゃない。うん、こんな問題な、全然いいじゃないですか。いいんじゃない、ちょっと鮮やかな。一番難しいのに、なんかやっぱ手慣れしくやったらちょっと分かる気がする。そうですよね、うん、まあまあうまいじゃん。画像だとどうだろう、ちょっとね、あんまり分かりづらいと思う、携帯で見て。はい、まあでもいいんじゃないですか。そうですね、無駄じゃない。はい、いや、これは実力の差が出てますね、本当に。分かりますもんね、僕のも。まあ分かっちゃうな、手慣れしくちょっと実力差が出るじゃん。こんだけ、あ、でも、ね、まあ、色が難しいあれもあるでしょ、それ。それもありますし、見てましたね、僕。はい、ああ、もう自分で合ってない、失敗したって感じなんだ。真ん中に黄色い紙テープが入るんですよね。うん、それがなんかもう、こっちの方が黄色いっていう風に錯覚しちゃって。あ、どんだけ難しい世界だ。そうですね。なるほど、はい、もってんね。悔しいですけど。悔しいか。ちょっと修行しますか。悔しいか。悔しいか。今回ちょっとあれですよ、塗りまで行く予定だったんですけど、なんと。時間が足りません。なのでここで一回切りまーす。まあ恒例のですよ、恒例の。本当の試験っていうのは全体を流してやってるんで、もう本当この朝食で今時間かけてましたけど、何かの作業の合間見て、朝食作業で一番気をつけた方がいいっていう作業。まあ乾き色ののぼりかな。はい、思ったより出ましたね、先生。思ったより出たし、はい、グレーも意外と難しいのぼりが大きい。そのやっぱ黒ののぼりが。思ったより薄いもんで、はい、その上りの計算というか、まあまあ、今回ドライヤー使ったんですけど、はい、まあ、結構色が思ったより塗ったら上ってくる。僕みたいにこれで行き過ぎちゃうと取り返しつかないですよ。塗料の量もある程度決まってるんで。あ、ごめんなさい。寺岸さん、さすらいの冒険家さんは実践だわ。実践、やっぱ現場で何回もやらんか、経験ですね、やっぱり。何回もやらんとこれは無理だわ。そうですね。あとはまあ色はね、時間かければできるけど、その限られた時間の中でやろうと思うと、そのまたそこがプレッシャー。そうですね。はい、じゃあ次回はこの自分で作った色をボードに塗ってきます。あと2回ぐらいで終わります。番外編っていうか、まああれでも吹き付け編。ちょっと解説も変わる。吹き付けもやるんかい。吹き付けもやります。もう解説してもらって。はい、じゃあチャンネル登録。ザスザス軽い。いいね。ザス。ザスまた見てね。恥ずかしい、ここに行かんね俺。